皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。アルミ缶の上にあるみかんとオセロ勝負で負けたさやです。オセロ勝負で負けたの？白黒をつける戦いにオレンジに負けたって。もうよくわかんないよ、もう色ぐちゃぐちゃだよ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、パチャ。はい、ということでこちらです。シャトルラン。いやもうこれみんな知ってるやつでしょ。もう皆さんのあんまり好きじゃない人が多いんじゃないかしら。これ学年上がってすぐにやらされるやつ。やだよ。あ、まあでもあのこれさ、最後残る人かっこよく見えんだよな。かっこよく見えるね。まあ僕はね、だいたい途中で終わってたけど。え、そうですよ。クソ、最後の2人とかですよ。マジで？はい。え、嘘。裏切られたんだけど。土着層陰キャ、クソスポーツできないぜじゃないの？クソ悪口なんだが。僕と仲間じゃないの？ということで今回やっていく企画はこちら。デッド。ビ。待った。1分お絵かき ×100 セットワンドルシャトルラン。うわー。俺に構わず先に行け。はい。まあ、ということで今言った通りでございます。はい、ワンドルって意味違いますけど、ワンアワードローイングなんですけど、ね、大体は。大体はそう使うんですけど、はい、夏目さんちは今回便宜上、ワンミンツドローイングのことをワンドルと。頭悪いな。今から1分刻みでお題が出てくるのを、どんどんこなす。まあ、だから絵を完成させるじゃない。デッサンが整ってる、キャラデザがいいとか、そんなどうでもいい。どうでもいい。そのお題から連想されるものを1分以内に書いて、どんどん書き続けろって。はい。まあ、ということで、早速やっていこうと思います。まあ、ということで今回は自分たちで出すとそれだけであわあわしちゃうので、はい、チーム夏目さんちのいつも編集をねしていただいているあの天チャンネルのお二人をお呼びしたいと思います。はい、高天天丸世田谷在住さんと床田別ボチャーノさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしませんよ。誰だよ。ID の頃わかんねえんだから。もう一困ったな。高天です。ゆかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、ということでいつもね、あの、はい、さん違う、大変あのお世話になっている天チャンネルのお二人に来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、今日はもうね、お二人にとりあえず100個お願いしますっていう、ちょっとあの大変なお願いをしているとということで、よろしくお願いします。お願いします。第1個目、地雷系女子。地雷系女子。ちょ、急に来た。急じゃない。早いね。1個目からそうなっちゃうんだ。むず。待って、むず。むずくないな。俺好きだわ。大好きじゃん。目の下のクマはね、外せないよ。早っ。早い。はい、次。二つ目。獣耳。獣耳。獣耳、かわいい。待って、獣耳じゃ間違った。獣が言っちゃった。違う。あと20秒しかないんだけど。ザワールド使いなよ、ゲンさん。たった2個目で使っちゃうの。そうそうそう、もう使った方がいい。もう使っちゃうの。うん、あー。はーい。次だー。白衣。白衣。ミニスカ男子。ちょっと、せいさん、それはちょっとセンシティブです。ミニスカ男子はちょっとミニスカ男子しちゃったんすか。それはセンシティブでは。あ、待って。おい、郵便ポストじゃない、ポストマンになっちゃったじゃん。白衣じゃねえだろこれ。間違えた、10時間なんかこう病院マークにしようと思ったら、間違えた、郵便局のマークが入っちゃったんだけど。はい、次。次びっくり箱。びっくり箱。びっくり箱。でもこれさ、やってみて思うけどさ、無限にこうさ書かなきゃいけないからさ、すごいいい練習になるかもしれない。はいはいはい、はい、可愛いんじゃないこの絵。すごい、2人描いたのに1分で。そうだよ、当たり前じゃん。はい、次次、まず次8、はい、ボロボロショタ。ありがとうございます。待ってね、そういう、ありがとうございます。そういうのはさ、ずるいじゃん。ありがとうございます。私、ボロボロとショタ派のさやと申します。はい、あ、いいんじゃないこれ、完璧。次、ゲス顔。ゲス顔。ゲス顔。高圧的な態度、上から目線。ありがとうございます。昨今のね、日本の栄養になってるんですね。日本の栄養なんだ、ゲス顔。はい、ゲス顔。ゲス顔。はい、次10個目。キノピオボイスでキノピオを書いてください。マジで言ってんの、あ、これ僕も変な、大丈夫、変な、お前のキノピオ汚いな、これキノピオ書くの。どうしてんの、元気ないじゃん。ピョコを残してきちゃったの。はやっ。何で30秒残して完璧なキノピオ描いてんの。やばい、なんてこういうの来んのね。ちょっと待って、一回止まる。これさ、トゥーテーテー
てててててディルディンディルディン今そこでしょ、デルディンってところ、まあまあまあこんな感じで今もう10分の1きましたけど、じゃあもうどんどん行きましょうか、行きましょうか、お願いします。次、翼が生えてる人。あ、ゲンさんの大好きな、翼が生えてる人大好き。でもさ、自分が好きなお題来るとさ、うん、あの逆に終わらなそうなになるの。あ、いや、はい、次、次、30、はい、左手で目の下にクマがある少女を描いてください。え、左手で、左手で、なんで、なんで僕のさ、ご褒美っぽいお題なんでそういうことすんの。こ、コーテンさん。はい、コーテンさん、意地悪です。何その爽やかボイスで意地悪ですってやめて、ほんと。そう、ボーナスお題だと思った。なんだこれ。あーねー、はい、31、青春、青春、青春止まっちゃうのでやばくないですか。2人同時で止まるの切ないよ、やめよう。ちょっと切ねー、切ないって、今の切ねー。下駄箱、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 下駄箱を感じて、はい、OK です。夏祭り、君がいたの、ドドドドドドドスローで歌ってたね、スローになっちゃうんで、手もバカすぎる。大体の女子、足、下駄で靴ずれ作りがち。ドパーン、ドパーン。壊れちゃった、壊れちゃった。無理なんだ、1分では。46、メカ少女。はー、お、足で、え許してそこは。でもやっぱ手癖ってすごいわ、なんかどうにかなってる。ほんとだ、やっぱこの世は手癖ですよ、皆さん。手癖は正義です。次、50、半分、半分きた。はい、娘さんちの黒歴史、消し去ってやろう、消し去ってやろう、消し去って、あ、ゲイさん、あやちゃん、元カノだ。消し去ってやろう、はい、50、ちょっと見てみよっか、消し去ってやろう、はいはい、で、これが魔法使い、まあまあ、魔女ね、魔法使いね、本当にラフオフラフ、はい、いないしね、まあ、まあでもこんな感じで結構、このメガネの可愛い、結構でも書いてるね、適当にサラサラと、そう、しかもこれなんか見て書く1分とかじゃないからね。ということで、はい、折り返しよろしくお願いします。お願いします、行きます、はい、次、そばかす、そばかす、自分はなぜってこと、そばかすはと言ったら赤毛のアンデ、それだ、間違えた、おじいさんどうして人が増えるの。いやだな、気づいちゃいけないことに気づいちゃったよ。終わる気ある、はい、終わり。あの1分なんですよ。こたつにみかん、あー、こたつにみかん、こたつの上にみかんが一つあった、なんか絵描いてなくないこの人、あれ、こたつの上にみかんがあった、ただそれだけだったはず、じわフリー素材みたいなの書かないでくれてる。違うね、ここからみかんからジュワーから物語が始まるんよ。でこたつみかんじゃん、擬人化してるしな。はい、70、チャイナ服、あ、好き、好きやん、さやさん、皆さんがよく知っているチャイナ服というのはチーパオという名前で、実は歴史はそんなに古くないんです。急になんかオタクみたいなこと言い始めたやつがいると大丈夫か。1980年代ぐらいだった。詳しいなこの人。中でも漢民族という民族の中の衣装であってね。で、大学の講義、ま、男子です、これ、あ、おめでとうございます、元気な男子です、今出ちゃった。79、コアクマ、コアクマ、エッチな感じ、ちょっとセクシーに、コーテンさんが別にあのセクシーなコアクマが見たかったというわけではない、そうですね、うん、ではない、セクシーが見たかったコーテンさんってわけですね、全然、おい、コーテンさんがセクシーだって話してた、コーテンさんがセクシーだ、セクシーなコーテンさんの話して終わっちゃったよ、コアクマ、なんか同じデザインさっき書いただよ。なんで今アピールした、それ、そこじゃないよ、セクシーだよ。
あと50秒しかないんだけどね。次は目を閉じた状態でナピメさんを書いてください。目を閉じた状態、もう今からだって。目を閉じた状態でナピメさん、余裕でしょこれは。夏目さんちょっとあろうもの。そうだよ。なんだっけ、この辺にプリンがあるんでしょあいつ。そうだよ。こんな感じ、完璧。地面つけた。皆さん書けた、うん、全部地面かけた。すごい。どう、せーの、どん。おー、さあ、すごい。すごい。ゲンさんの体ぶりした。すげー、できた。すげー。次、蛮族。蛮族。漢字で書けない。なんかもうなんか、アイディア出す側も結構頭柔らかくなってきてるから。いや、そう、蛮族。なんか同じだな、さやと発想が。なんか発想似てますね。同じ感じだね、ちょっと、うん、蛮族。多分同じとこに住んでます。同じもん食って生きてるな。うん、なんかこの辺になんかこう、死体の山みたいな。ああ、同じだね。よし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 。次、桃太郎。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけた。それは猿。一つ私にください。猿飼ってんじゃん、もう。やばいじゃん、それ。あの時桃太郎さんは言ったんだ、鬼を倒すって。死んどる。鬼ヶ島行く前のやつ。これで最後かもしれないだろ、少し話しておきたいんだって。うわ、泣けるシーンの前だ。はい、次、スーツ。スーツ、スーツはお好きかな。大好きです。とても好きです。女性陣からのそういう多方面からの。そうよ、できればだってゲイさんだってずっと毎日スーツ着て。暑すぎるだ。はい、終わったよ。おじさん、次へ行きましょう。泣き顔。泣き顔好きなやつ。大好きです、それすごく。大好きです、それすごくね。でも全然書いてないじゃないですか。でも大好きです。え、何が。もう10秒経ちましたけど。その喜び伝えて10秒経ってる。ほらいいね、ほらほら、もう書けた。君より10秒も遅かったね。もう僕は決まってしまったよ。はい、終わり。次、雨の日に窓から外を見る女の子。あら素敵。あら、エモいじゃない。僕の好きなやつですね。好きそう。すごい急に趣味出してきた、ね、多分コウテンさんの好きな感じじゃない。コウテンさんの好きな感じじゃなくす、うん、窓の外に置いてある植木鉢がえらく濡れてるのを見てにっこりみたいな。あ、刺さったみたいな。あ、やべ、刺さった。刺さったか。次、ツインテール。ツインテール、そらもう好きでしょ。最近新調したツインテール、ジェット噴射もできるの。よし、気になる気になる。よし、98。超能力者。うわ、出た。超能力者を連射で、連射だって言う。連射パンって99。夢の国。夢の国、これは人々に夢を供給している生き物。そっか。この子から栄養を受け取って夢を見ている。あと1枚で終わるんで早くしてもらえません。はい、あの全こうね、脳みその中にこうもネットワークを張っているこの生き物は。寝るな。オリンピック終わった。終わってねえよ。よし、じゃあ最後、100。ラストだ。ラスト100。夏目さんち。うわー、早い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 、ちょっと早いよさやさん、早い早い早い。何が早い早い早い、何のこと早いって。ゲンさんの髪型わかんないんで、夏目さんちの書いたことないから。終わりです。終わりを迎えた夏目さん。一つの存在になろうとしている。いやめて、工事的存在に今行こうとしている、今まさに。そんな夏目さんちです。やめて、待って、うまっ。お疲れ様です。すごい、100枚書いて、やっぱりこれだけボロボロアイディアを出しまくるとさ、これを後で見返したら、仕上げたらなんか書けるんじゃないかという。あ、そうそうそう、ワードからやっぱりね、いろいろ想像したりっていうのが楽しかったね、うん、楽しかった。はい、めっちゃ横腹痛い。実際シャトルランしたみたいになってる。めっちゃシャトルランした。すっごい横腹痛い。いや、でもこのお絵かきシャトルランね、ぜひ皆さんもやってみてほしい。はい、ぜひ、はい、やってみてください。シャトルラン評価は C です。